オールスター2000で77安打102本43点。ちょっと飛ばしすぎたか？やりすぎたな。後半はこのボールで試合しろ。客、こういうのでいいんだよ。シーズンの1月分を2日で稼ぐ変態。アンチオツオースティンが全部被っただけだから。お祭りボールすげ。オースティンの毛がどうなったんや。甲子園とバンドとベルーナだけこのボール使った方がいい。ベルーナで使ったらセーブがさらにボコされるだけやん。オールスター第2戦の方が視聴率高いらしい。第2戦の方が高いとかなかなか見ないぞ。もうやしのレベルが低いことはバレとるからな。これから40本打つやつが出てもハイハイ飛ぶボール使ってるだけでしょとしかならんわな。結果見たら飛ぶボールなんだろうけど、飛ぶボールで本拠地で確信歩き失敗してるマン並みなんなん。去年よりかは圧倒的に面白かったぞ。飛ぶボールにしたらこうなるでという暗黙のメッセージなんだろうが、調整しろよ。クソだてーか、クソだこうか、二択かよ。高橋宏斗は全然しょぼかったな。初戦飛ばないボール足すバンドありきだな。 HR の本数で飛ぶってだけ評価されとるけど、じゃあヒット数はなんだってなったらうまく捉えなきゃいけない。ご視聴ありがとうございました。